今回は、桃色クローバーフィルム Z a が幕が上がる桃色クローバー Z オフィシャルフォトブックを紹介します。桃色クローバー Z が駆け抜けた50日間の記憶が今蘇る映画幕が上がる公式ブック撮影現場で見せた。 キラキラと輝く彼女たちの姿その一瞬一瞬を捉えた約200カットもの写真を撮影日順に収録したももクロ史上初のドキュメントフォトブック巻末にはメンバー個別ロングインタビューも平録全176ページ豪華ボックス入りの永久保存版地区予選敗退最後の大会を終えた先輩たちに代わり 部長として藤子岡高校の演劇部をまとめることになった高橋沙織「桃高菜子負けたら嫌なの」と部員の前で意気込む沙織だが悩める日々が続く「どうやったら演技が上手くなれるの演目は何にすればよいの?」「わからない」そんな時学校に新任の吉岡先生 黒は春がやってきた元学生演劇の女王だったらしい美人だけどちょっと変わったその先生は地区大会すら勝ったことのない弱小演劇部の私たちに言った私は行きたいです君たちと全国に行こうよ全国気迫に満ちたその一言で彼女たちの人生は決まる演目は「銀河鉄道の夜」 演出は部長の演じるのは看板女優でお姫様キャラのゆっこ、玉石織「黙っていれば可愛いいがるる」高城れに一年後輩でしっかり者の明美ちゃん佐々木彩香、そして演劇競合校からのスーパー転校生中西さん有安桃からの部員たち吉岡先生と頼りない顧問の溝口室剛と共に。 富士高岡高校演劇部は見たことも言ったこともない無限の可能性に挑もうとしていた以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします